ただオカルト部で怖いのが、はい、こんな関西最強スポット、心霊スポットを巡らせるのに、はい、霊媒師を連れてこないっていうね。そうですね。何かあったら自己責任。浜さん、はい、もう私すっかりお化けでお腹いっぱいです。いやいや、まだまだこれからですよ。いやもうね、はい、いろんな土地にいるお化けたちに共感したのか、はい、もう体中がね引きちぎれるんじゃないかなぐらい痛みを感じているので、お手柔らかにお願いいたしますよ。早速ですが、はい、もうこちらトンネルが見えているんですけど、多分こちらもですね、まあ、僕はちょっとわからないんですけれども、はい、いるんじゃないかなと思っております。また怖いスポットですか。怖いスポットです。こちらの大阪の犬鳴山トンネルという場所なんですけれども、まあ、僕の地元の福岡にも犬鳴峠、はい、犬鳴トンネルっていうところがあって、はい、まあ、ここは全国的に有名な心霊スポットなんですけれども、実はあの大阪にも、まあ、同じ名前の犬鳴山トンネルというのがありまして、そちらも心霊スポットとしてめちゃくちゃ有名な場所ですので、まあ、ぜひご案内したいと思います、はい、行きましょ う、はい。なんかすごい焦げ臭いね。なんかここ車降りてから臭いんですよね、本当ね。特に何か燃えてるとかっていうわけではないんだろうけど、うん、しかもこの落書きの数ですよ。どれだけ肝試しに来てるんだっていう、ね、もう落書きの多さイコール心霊スポット。もうずっとね、あの奥に人が並んでるんだよね、いっぱい。あ、ここいっぱいいますか。その真ん中ら辺なのかな、はい、あれはトンネルの真ん中ら辺。僕ら今から通るんですけど大丈夫そうですか、それは。その真ん中通っていくっていう、こっちが聞きたいです。一列に並んでる状態ですね。でもなんか風の音なのか、なんかたまになんか男の人の声みたいな、うん、みたいな音に感じますよね。行きたくないな。中心に女の人がいるんだもんな。もうザ・幽霊って感じの女の人だよ。その周りに何人もいらっしゃる、うん、はい、もうすぐ先ですか。そう、5、6人いるね。そんなに白い服着てもうザ・幽霊ですみたいな感じの人とか、貞子みたいな感じですかね。そこまでね、あの顔に髪の毛はかかってないかな、うん、あ、でも近づいていくと人影が減るな。今その女の人一人だけになってる。あ、他のいなくなったんですか。うん、いなくなったのか走って逃げたのか、はい、私に見えないように一時的に隠れているのか。ああ、なんかもうすぐですかね。もうすぐですね。すごい左耳が痛い。女の人もいなくなった。なんか周りについてこられてる感覚はあるんだよね、浜さん以外に、はい、スタッフさんじゃなくて、はい、ついてこられてる感覚もあって、さっき言った女の人もいなくなって、僕らが行ったらもうみんな消えちゃったんですね。消えちゃった、うん、まあ、何人か 5,6 人霊が、うん、まあ、いるっていうふうにおっしゃられてたんですけど、もうちょっと先だね。あ、まだいます、うん、はい、
あ、今はいないけれども、はい、そこいた場所にもうすぐたどり着くっていう。あ、この犬鳴山自体があの霊山でして、ほう、修験道に使われている場所なんですよ。だからもうこの山自体の霊力が強いので、うん、このトンネルの中にも霊が集まってくるんじゃないかって。だからそのザ・お化けみたいな、そういう白装束みたいな格好をしてる人たちの集まりだったのかな、はい、あ、そういうことかもしれないですね。でも女の人も修行してたのかね。結構僕はいろいろそういうなんか修行っていうか宗教的な本とか読んでると、うん、男女関係なく滝行とかやられる方っているみたいで、そういう方々っていうのはやっぱり白装束でやられるみたいですね、うん、ちょうどね、はい、ここの場所で一列にみんな並んでて、うん、はい、みんななんだろうな、ちょっと浜さんここに立って、はい、向こう向いて、こういう状態で5人ぐらいこういたんだよね、はい、でこの前に女の人がこういう感じで立ってたっていう、それがじゃあリーダー格というか、まあ、その例をまとめているような感じになっているんですか。でもその前にいた人とこちらが喋ってるとか、はい、何か意思を交わしてるっていうのはまるっきり見えなかったし、はい、消えたタイミングも別々だったから、うん、それはちょっとわからないな。また別の例がたまたま、まあ、密集してた可能性もあるというか、うん、でもここ来たら急に風が吹いてるね、はい、そうですね、ここの場所わかる。しかもなんかたまに風の音なのか、なんか変なこう、そうね、風がトンネルを抜けてるからなのか、なんか不思議な音が鳴ってるというか、何か周りの音なのか、はい、反響してますよね。見えてるような見えてないよ。なんかずっと音と足音が聞こえますよ。はい、見えちゃいました。はい、ありがとうございます。先ほど中間地点ぐらいで見えたものを絵に描くとこんな感じでしたね。結構年代も性別も完全にバラバラの方々が連なっているんですね、はい、ただ着ている服は前の女性も含めてみんなちょっと白装束というか、なんか、はい、なんでしょうね、もう白い布に首から頭を出したみたいな、はい、そんな感じの服を全員着てます。あ、やっぱ修験道的なことになるんですかね。うん、だからそう言われてみると、はい、うんうん、修験者の方が着ている服にも近いし、はい、まあ、亡くなる時に着る服もそういうものがあるので、はい、うん、あ、そうですね、そういうのに近いなという気はしますね。と、まあ、この女性が一番目立って先頭に立っていたっていうことなんです。みんな横を向いていて、はい、この方だけが前を向いて、はい、まあ、前というかこういう状態なので、はい、うん、こっちを向いていたっていう感じですね。あ、まあ、実はこのトンネルには、まあ、他にも先ほど話した以外にも噂がありまして、はい、このトンネルのすぐ近くに車を止めていると見知らぬ女性が乗り込んでくるっていうんですよ。いや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 、今ロケ車止めてるじゃん。止めてるんです、すぐ先に止めてるんですよ。でもしかしたらずっとこのトンネルの中に今早田さんが見た女性っていうのがいらっしゃって、うん、まあ、近くに来た方々に、まあ、何してるのじゃないけど何らかの接触を図っているっていう可能性もあるんですかね。私そういう
事実とか、はい、リアルなお化けの話を聞いた時って鳥肌止まらなくなるんですよ、うん、はい、で今浜さんが車を止めてると女の人が来る可能性があるって言った時に、うん、バーって鳥肌が立ったので、はい、車の運転手さんが無事だといいなと思いますね。しかも実は今日のロケバスの運転手さんめちゃくちゃ霊感強い方なんですよ。じゃあ見えちゃうかもしれない、もしかしたらもう何か起こってるかもしれないっていう。この女性の気持ちっていうか思いっていうか何か感じるものがあります？嫌だなってそういう何がとかじゃなくてもう嫌だな嫌だなっていう。だから私で言ったら例えば月曜日学校めんどくさくて嫌だなって思ってた気持ちとか、うん、そういうのに近いかな。なんか大きな恨みとかじゃなくて、うん、嫌だなって思ってる。じゃあ何か修行をやってたけど本当はどこかにやりたくない気持ちがあったとか、まあ、何かしら生きてる時のそういう強い思いとかも関係してきてるんですかね。もしくはその後ろの人たちは修験者の方で、うん、はい、前の方は全然関係なくて、はい、似たような洋服を着ているだけかもしれないですけどね。このだらっと力を抜いているっていうふうに書かれてるんで、うん、もう見た目からちょっとやる気がないというか、うん、まあ、嫌だなっていう感が強いんですね。あとここはいっぱいいるんですけど近づくと消えてしまったり逃げてしまったり、はい、あとは何もアピールしてこないんですよ、うん、私はこういうふうに殺されてとかこういうふうに辛くてとか、はい、何も言ってこない、ただぼーっといるとかっていう人たちが多いので逆に不気味です。でもとにかく気配がいっぱいですね、うん、まあ、霊山なんでね、うん、ここは前を向いて喋ってると、はい、あれ後ろに 3,4 人いるのかなとか、はい、あれ 2,3 人で歩いてるはずなのにスタッフさんも含めて、はい、もっと足音聞こえるなとか、うん、まあ、非常に、まあ、霊が多いというか、まあ、霊力の高い場所っていうことになるんですか ね、はい、ただオカルト部で怖いのが、はい、こんな関西最強スポット心霊スポットを巡らせるのに、はい、霊媒師を連れてこないっていうね。そうですね、何かあったら自己責任っていうことなんですけど、万が一私が取り憑かれてしまったら、はい、じゃあ誰が取るの、はい、っていう、どうしようもなくなっちゃいますね。早草さんが潰れちゃったら、はい、でも本当に今回の関西のスポットはちょっとリアルに怖かったです、うん、もう来る前の日からずっと頭重かったし、はい、その現場に着いたら、はい、その頭の痛さは増えていく一方だし、はい、その土地土地で亡くなった方たちの亡くなられ方の痛みを感じるし、はい、今もずっと気抜いたら吐いてしまうなっていう状態がずっと続いてるので、はい、怖いですね。しかもこれ実はこれさっきカメラマンさんがちょっとおっしゃってたんですけど、このトンネルの僕らが歩いてきて真ん中のあたりに差し掛かった時に女性の笑い声が入っていたかもしれないっていうことをおっしゃってたんですよ。なんで僕らが現地で気づいてなくても、もしかしたらこの映像を見ている皆さんは何かちょっと見えたりとか聞こえたりっていうのがある可能性もありますので、ここもたくさんいるから、はい、人によっては右側の霊に気づく、うん、人によっては左側の霊に気づくとか、うん、はい、いろんな見え方があると思いますね。なんでまたそういったお気づきの点ありましたら、まあ、ぜひともコメント欄の方に書き込んでいただければと思います、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。